元気だよ。元気じゃない。なんで？寒いから。冬眠か。めっちゃ寒がりだよね。はい、座ってください。それ、はい、寒い寒い。ああ、そうや、やめや、いじる大事な。もうすぐクリスマスやから。うるさい、モテようとして。はい、授業始まる。うるさいな。キリッツ、はい、気をつけ、はい、レッ、はい、はい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。ということで、今日はですね、見失った。はい、今日はですね、冬と言ったらから自己紹介してください。はい、出席番号1番住吉。はい、冬と言ったら寒い。よし、いいぞ、いいよ、よしよし、おめでとうございます。はい、2番武田。はい、冬と言ったらこたつきみかん。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、3番森脇。お、サンタさんが来るの待ってます。サンタさん待ってます。はい、なんかお願いします。あれ？なんか気に食わんな今の。なんでですか？なあ。金の匂いが。なあ。夢も減ったくる。そうやって現実を見るからダメなの。現実見てるわけじゃない別に。なんか今のなんかプレゼントくださいってことやろ、だって。違う。私にねえ。私に、サンタさんにプレゼントなんか頼んでないです。言いながら頼んどるやん。今どん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 お客さんの顔が青ざめていくわお前。サンタさんに高つくで、これ一番欲しいのね。ニューヨークのサンタさん。何言ったのお前。ニュージーランドとかじゃなくて。今一番何が欲しいの。何が欲しいの一番。はよ、横田の時間なくなるから、はよはよ。何。はい、一旦 CM では一旦してくれ。あー、レンタカーやん。それです。あれ、あ、ごめんなさい、すいません、はい、どうも。今ね、ちょっと CM 中にね、住吉が車欲しいって言い出したんでね。ちょっと俺引いてますけども。はい、ということで、4番ちゃん、横田。はい、出席番号4番、横田理香です、うん、冬といえば、うん、私は長風呂です。長風呂です。で、昨日3時間ぐらいお風呂に入ってて、うん、気づいたらお湯じゃなくなって風邪ひきそう。すごい、3時間もお風呂の中で何やるの。ゲーム。お前の口からゲームしか出てこんな。あ、そう。壊れへんのゲーム、風呂の中でやって。こうタオルを頭の上に置いて、うん、ずっとこうやって、うん、汗かいたらこう拭く。あ、違う、あ、違う、違う。こっちこっち俺こっちの話だから。別にあんたの体が壊れるかどうでもいいのよ。こっちよ、ゲームの話。これ、しっかり壊れへんの。大丈夫です。あ、そうなん、うん、大丈夫。何の根拠もないんだよ。あ、そう、いや、知らんわ。最高の達人みたいなやつやって、うん、わかんないけど、なんか、こうって書いてあった。ちょっとやめて。何もないなら喋らんといて。じゃあ、いきましょう。今日はですね、ワロプラ年表2016で1年間振り返りたいと思います。じゃあ、その前にですね、罰ゲームいきましょうか。先月の罰ゲーム、読書発表会。イエーイ、うん、ね、先月 の, 放送の時にですね、本は買うけど全然読んでないって分かった森脇が罰ゲームになって、罰ゲームが読書発表会しました。1ヶ月で2冊読むと。で、その様子をツイッターでアップしてくださいって言ったにもかかわらず、ツイッターに上がるのはスバルの収録の様子ばっかりと。ね、スバルの収録ばっかりや。全部チェックしようって。出てこへんっつって。本当に本読んだ？いや2冊ね、本当に2冊読んだね。読みましたよ。はい、じゃあというわけで、じゃあ今からね、じゃあ森脇さんにじゃあ発表会していただきます。7分半あるんでね。そんなにあるの？そうよ。結構あるな。交代です。7分半あるんで、じっくり。もう誰も何にも最近のコーナーのネタがないからって。やべ、お前痛いとこつくな、お前。さ、じゃあお願いしますね。そう、やっと隣の席されたな。いやいやいや、いいの、なんか歌にあるよ。じゃあ森脇さんお願いします。どうやって始めたらいいんですか、これ。私が
じゃん、言ってた火花おうと、うん、もう一つが、新海誠さんの秒速 5cm っていう本を、これあの君の名は、うん、を書いた書いていたね、うんうん、うん、読んできたね。だから発表、発表。すごいシュールな感じ。いやいや、そりゃそう、いや、発表会やから。やだ、どうしよう。え、じゃまず、読んでないからめっちゃ気になる。何？火花、読んでないからめっちゃ気になる。気になる？気になる。じゃ先にこっちの秒速5。あ、そっちから行くね。オッケーオッケー。はい。じゃじゃん。おぉ、そんなにして。タイトル。おぉ。秒速 5cm。おぉ。作者は、新海誠さんです。おぉ。そして、この、ちょっと、読みますね。主人公の高木が初恋の相手であるあかりを一途に思う淡く切ない純愛ラブストーリー、うん、やばい本屋さんみたいな。なるほどなるほど。でしょ。いいね、読みたいよ。読みたい。うん、結構これでもうなんかちょっと満足して。でもその下部はね、うん、そうなんですよ、うん、ラブストーリーでは終わらない。おう、どういうことどういうこと、そりゃそうやな、それだけで終わったらクソつまらんもんな。誰も読みたいな。そんなの何ですか。そう、これ話いいよ、もちろんもちろん。あ、なるほど。この主人公の高木っていう人と、うん、あかりちゃんが、うん、小学校の同級生なんですよ。なるほど。で、二人とも、まあ、気持ちを寄せ合っているというか、うんうん、両思いでね、両思いで、なんですけど、なんですけど、小学校を卒業期に、そのあかりちゃんが卒業じゃなくて、栃木、お互い東京なんですけど、うん、あかりちゃんが栃木に行っちゃうんですよ、うん、で、そう、遠距離になったんですが、まあそれでもその高木くんは好きなんですよ、うん、ずっと、うん、で、中学校卒業じゃなくて中学校入学と同時に、うん、この高木くんが鹿児島に、うん、移動になる、めっちゃ遠くなるじゃん。鹿児島と栃木の遠距離恋愛。なるほどね。超遠い。で、それでも高木くんはあかりちゃんのことが好き、うん、で、さあ高校生になります、うん、で高校生になって、うん、それでも好き、うん、高木くんは、うんうん、でもあかりちゃんはもうずっと会えてないから、うん、まあ、気持ちはどうなってるか分かりません。なるほど。はい、そしてあれですよね、小学校の時からってことは付き合ってたわけじゃないんですよね。付き合ってたわけじゃないです、うん、好き同士ってことね。好き同士で、うん、そうで、まあまあまあいろいろありまして、うん、大学生になります、うんうん、で大学生になってこの高木くんは、東京の大学に行こうと、ほうほうほう、鹿児島から、うん、なるほど、なりまして、うん、東京に行きました、うん、でもあかりちゃんには会えません。そうで、まあいろいろありまして、うん、社会人になります。社会人、会えないまま、会えないまま社会人になります。社会人になって、いい、うん、で、あ、そしたら高木くんには彼女ができました、うん、おぉ、あかりちゃんは いません。え、でも高木くんはあかりちゃん好きなんじゃないの。あかりちゃん好きな気持ちはそのままのまま彼女ができます。彼女に失礼すぎる。3年間付き合ったんですけど。3年間も、そう、付き合ったんだけど彼女は、うん、でも彼女のことが好きな気持ちがありつつ、うん、本当はあかりちゃんのことが好きなんです。で、そしたらもうそれが彼女に、その彼女に、伝わったらしくて。なるほど。1000回メールをしてても、うん、連絡取ってても、うん、1センチも私たちの気持ちは、うん、縮まってないと。ほうほうほう、あー、切ない。出た。そう、だから高木くんの気持ちは読まれてたんですよ。ここまで長かったら、ほんで時間なくなるよ、ほんで。社会人になってあかりちゃんに会いたいっていう気持ちがあるところで、うん、ある日、偶然、うん、踏み切りで、うん、あかりちゃんに出会う。嘘、電車から見てるところがさ、君の名前っぽいよね。何線何線、小田急線、小田急線沿い、小田急線なんだ。あります、うん、踏切踏み切り長いもんな、小田急線。もしかしてみたいな、うん、あの下北の踏切全然閉まらない。小田急線の、あ、なんだあれ。で、電車がその通るんですよ、そこで、うん、で、よし、この電車が通り過ぎたらあかりちゃんだろうから、うん、あ、違う、間違えた、通り過ぎるから、うん、すれ違った後なんですけど、うん、こう振り返って電車があって、うん、その奥にあかりちゃんがいるはず、うん、
は絶対にあかりちゃんだ、うんうん、もうずっと思い続けてたあかりちゃんだ、うん、電車が行きました、パッて見るいないんですよ、それが、うん、あかりちゃんの姿は幻覚だったってこと、え、本当に本当にすぐ右曲がったってことだからどういうこと、だから、その高木くんはあかりちゃんのことをずっと小学校から社会人になるまで思い続けたのに、うん、あかりちゃんはもうすでに小学校からもう、なるほど、好きではなくというかもう前を向いて、切な、泣く泣く、だから切ない、でも、それでそっから何もないの、だからもうその人はそれで、あ、なるほどと思って前を向いていくことになったんですけど、結局その付き合ってた彼女とも付き合っていくってこと、いや、もう都合のいい男やな、本当に何やそれ、モテるやろな、多分そいつ行くっていう、へ、いいね、あと1分しかない、お前1分で火花話せる話せるか、はい、うん、火花は又吉大先生、又吉先生のね、うん、主人公である若手芸人の僕、うん、徳永が、うん、営業で出かけた後の花火大会で、うん、年上の先輩芸人のこの神谷さんですと、うん、出会うんですけど、うん、その神谷さんがもう芸人なんですけどすごいぶっ飛んでて、うん、でなんかもう本当にこの結局最終的にこの徳永さんは売れるんですけど、うん、すごく、うん、売れるんですけど、うん、神谷さんはもうひたすら彼女の紐なんです、うん、そう、そう、紐ででもうずっと紐で、である時姿を消すんですよ、うん、でもう借金まみれになって、うん、でまた現れて、そしたらあの十分なんですか、いいよ、あの女性化してたんです、いや下手くそ、下手くそ、はい、お送りします、ロック学園プラチナム高等部、ね、読書発表会終わりまして、まさかひなばな、ひばながね、まさか性転換の話だとは知らなかった、芸人やってた人が、芸人やってた人が借金作って性転換して帰ってくる、ひどい話そういう話ね、若手芸人と先輩芸人の繰り広げるあのヒューマンコメディと、ラブストーリー、違う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 、最後のオカファンだって書いてくるんだって、オカファンになるわ、もうありがとうございます、どうやった1ヶ月で、ね、2冊読んで、いや本当に、うん、本を読むのは好きになったんですけど、うん、だけど本を読んでて難しい言葉が出すぎて、うんうんうん、言葉ね、そう、分からなくて、うん、だからそれを一回一回その調べるじゃないですか、調べると内容忘れるんですよ、あれなんだっけみたいな、あれみたいな、ね、仕事もちょっと巻き戻すじゃないですか、めっちゃ時間かかって、そうじゃあ結構4時間はかけて読んだの、めっちゃ時間かかった割にあんま内容入ってないです、そうやな、火花全然違うから話、いや火花本当に難しい曲も多いんですよ、確かに、そう、なるほどね、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあこれからもね、読んでって読みますね、うん、で、面白い本見つけたらさ、紹介して、あ、本当ですか、うん、絶対読まんけどね、絶対読まんいや、もし面白い本があったら言ってきて、じゃあもう一回これやろうよ、年間2冊ぐらい、少ないわ、バカ男性とかやめてね、そう、あの、占いの本はすごいそんなに読めますいやね、わかりました、じゃあ行きましょう、続いてコーナーは、歴史ですね、おの、すごい珍しいね、ワラプラ年表2016、イエーイ、なるほど、1年間ね、春の運動会も含めて12回放送を行ってきましたと、今年ね、でその2016年がどんなことがあったのか、それぞれ出来事を含めて振り返っていきましょうということで、15年の11月5日からスタートして、あ、そう、そんな前だよ、去年だよ、7になろうとしてるのに、なるほどね、はい、ということで、今年はですね、1月からね、第3回が1月にあったんですけど、そこから振り返っていこうということで、覚えてます？全く覚えてないの？でも、あの、書き留めだって、あ、した、した、そう、素晴らしいね、主人分かってんだ、この、今年の1月から番組が30分から50分拡大して、あ、うん、で、冒頭で、あの、罰ゲームで、住吉森脇がバケツ持ち、持ってた、持ってた、
ね、その時の、ね、あの写真があるそうなんでちょっと見てみましょう。あー、こっちね。髪の毛長い。そうだそうだそうだ、そうだ、やったやったやった。懐かしい。いや、すごい、武田の字のバランスえぐいね、マジで。やばい。懐かしい。あ、そうや、住吉はこれなんか自分で作った言葉やったっけ。そうそうそうです。なんて読むのこれ。目で、目で、もう今も読めへんよな。お前さてはこれ捨てたやろ、すぐ書いて。え、持ってない。あ、そう、なるほどなるほど、なるほどなるほど、なるほど、もらってくださって、そうそうそう、で、まあ結果は一緒、結局その人も捨てとるから。持ってない。え、捨てた。結果は一緒、結果は一緒。捨てたんですか。よう思えるであれ、あの紙。で、横田が拳さんの立ち位置になる。ああ、なるほどね。え、どっち。俺タクロ、タクロやったらもう帰ってるから。もうやめるってこと。この時期は分からなかったんですよ。この時期は分からなかった。この時期は分からなかった。なるほどね。で、武田が成長と。成長できた。しました。した。あ、そう。なんかいろいろやつだもんね、舞台もね。はい。で、森脇が登る。山？山登り。どこ？山じゃないです。木です。木登るの。あ、そっち？樽年だから。木に登りたいって。星女だったから。ね、わけわかんない。あ、そっか、そうなったわ。なんとかも教えてる。木に登る。これはみんなさんにあげたんですか、結局みんな。あげました。あ、なるほど。お、飾ってあったりするんですか、皆さん。私は。あ、誰かもらった人います。あ、飾ってあります。あ、すごい。え、トイレの下で床とか。え、どこ？玄関のところ。あ、自分の部屋の。うわ、すごい。すごい。小林さんの位置に立ちたいっていうのは誰が持ってる。多分もらわれてない気がするんですけど。おい。え、あげるの。みんな、みんなもらった。記憶がない。あ、そう。小林さんの位置に立ちたい。立ちたいね。なんか、なんで今そんな、なんだその今の目。じゃあそれでね、これが1月と。2月がですね、バレンタインにちなんで罰ゲームで、はい、あー、住吉が5分間クッキング。あれすごかった。やった。ちゃんと。5分でもなかったやつやろ。うん、めちゃくちゃ時間かけて作ってきてくれたね。そう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 。それを動画がすごい上手だった。いや、でもめっちゃ美味しかったよね。美味しかった。何作ったっけ。なんだっけ。なんだっけ。チョコレートケーキや。そうや。すごい濃いチョコレートケーキや。そうそう、今まで食ったチョコで一番濃かったもん、あれが。うん、めっちゃ濃かったもん。あ、なんか、どうした。見本見せてもらったじゃないですか、あの食レポの。で、なんか喉にまとわりの感じっていうのがもうずっと覚えてて。言ってた。言ってた。先生が言ってた。失礼な人やね。え、赤の方やろ。赤の方やろ、それ言っとった。確か。青じゃないやろ。赤やろ。あいつそういうこと。あいつそういうこと言うの。あいつそういうこと言うの。そして3月が第5回目ですね。罰ゲームはまたしても住吉で、ひな祭りにちなんでお代理様の格好。そう、全く覚えてない。その様子がこう、写真があるそうです。どうぞ。こんなんしたんや。やったじゃないですか。全然覚えてない。出てきてね。パンツが、下に履いてるズボンが白 で、うん、でインナーとかも特に何もなかったんで、うん、まだ寒い時期だったんですけど、パンツと上のトップス着たまんまこれ着たらもう超暑くて、めっちゃ暑い、これ顔はメイクしとったっけ。してない、そのまま。してないですね。してない、してないか。あー、そうか、すりゃよかったな。ちょっとなんか、うん、でこの時がですね、武田が舞台でお休みだったためにね、ただいないはずなのにどんどんポイントがあって、終わってみればまさか2位って。2位なの。いなくても2位。すごいね。おらなくても2位になれんの。どういう仕組みなんこれ。どういう仕組みなんでしょうかね。え、先生のせいですよ。わし。全て先生。こんなことあってはならんからな。休んでる。これはもう赤い先生じゃなくて完全に青い先生。青？赤やろ。青？青い先生。こんな始まっても終わるからな。なあ、本当です
やる気なくなるみんなの教育委員会ですよ、もうそうやんな、絶対ないこんなことだってこの頃からみんなじわじわとさ名刺を潰すオタクそうそうそう、3人で団結し始めてそうし始めるっていう、おかしいね、でも頑張って1位になれたのにな、これ多分1位なうん、ごめんな、1位1位の方が良かったな、ごめんごめん、申し訳ない、はい、思い出を振り返るので、え、さ寂しかったあの時、いや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 それが次がですね、4月ですね、第6回第7回、ワロップ開局5周年春特番ということで、うん、ワロップ学園プラチナム高等部として特番に参加しました、全然覚えてない、第5回の放送で欠席の武田をなんとか罰ゲームに陥れるためにはどうしたらいいかと話し合った結果、運動ならなんとかなるってことで、ああ春の運動会やりましたね、唯一のジャージだった時、そうね、なるほどなるほど、その時のもう写真があるそうで、このジャージ可愛いかも、あー本当だ、あれまだ赤おるやん、え、いつまで赤おるの、はよおらんくな、あーこんな時期までおったっけ赤、あそう、これジャージ可愛いね、確かに、めっちゃめっちゃ疲れた、へえ、これジャージしかも4色あって、うん、先生に色決めてもらった、あ、そうやったっけ、だから姉ちゃんピンクなんです、あ、だから可愛いんか、可愛いの、はい、ということでね、そう、それで運動会やってね、春の運動会、うん、で、これは武田を任すためにやったんですよね、そう、そう頑張ったよね、頑張った、で、ちゃんと武田が最下位になったの、ただでもスタッフのミスで罰ゲームがなしになる、どういうことだ、どういうことだ、これどういうことだ、マジで、どういうことだ、こんなん絶対ありえへんやろ、筋肉痛にもなって頑張ったのに、これは俺のせいでもないよな完全にスタッフさんが忘れとったの、そやな、これはひどい、でもなんでこんなこと起こるか分かる、え、なんでこんなことが起きるか分かる、先生がひいきをするから、違うよ、武田がすごいからこれはひいきさせるか、何も言えない、スタッフさんのミスで罰ゲームなくなるからありえんからな、前の回の時に落とし入れ用作戦でコーナーやってるのに、そうやな、次でなんでそこ、だからだよ、罰ゲームバケツ持たされたりさ、本読んでさ、落とし入れ用作戦だからこっち側についてくれたのかと思いきや、そう思いきやね、ただただなんか頑張っただけ、不思議なもんやな、でも全然でも誰からもクレームも来ないし別にいいんじゃない、いやいやいいって考えた、しょうがない、うちらのクレームは通らないでそれでこの月からね、通常放送が2週目の木曜に移動して、うん、はい、で罰ゲームが住吉で語尾にダッチャをつけて話す、可愛かった、やったな、でこの週に、自分の顔を粘土で作ったと、やったね、これはの写真あるんで今日お願いします、やばい、りっちゃんのが貞子みたいだったやつでしょ、粘土の写真ね、あ、この時から赤がおらんくなったね、オッケーオッケー、なるほどようやく境目がようやくあった、なるほど、こっからか、俺が変な汗かき出したの、そういうことね、はいはいはい、これね、ひどかったな、武田のが一番ひどいもんな、やばかった、写真でも写らんぐらいちっちゃいやつ作りやったら、あーちゃんがめっちゃ上手だった、あーちゃんめっちゃ上手だった、あー、そう、森脇うまいね、りっちゃん、あーちゃん髪長いよ、髪長い、話変えんなよ横田のすごいね、なんかきっとなんか食べかすみたいな、食べかすなのうん、もう手にまとわりついてべちょべちょやってたら、うん、ぐちゃってなっちゃったぐちゃってなっちゃった一旦 CM でございます、めっちゃ手配されてもなってた、はい、ということで、ワロプラ年表ね、今年を振り返ってますけども、はいはい、それで5月がですね、シャープ8ということで、うん、僕は休んだんですね、なんかで、で、そうそう、第、ね、1回だけね、で、ポークチョップ先生が代わりに、怖かった、
来まして、その時の写真がこちらですね。あれ、あーね、ポークチョップね。もう髪の毛短くなった。あ、本当だ。今ポークチョップの話してるから。そう、先生がいないの初めて。そうそうそう。どうやった？何が正解か分かんなくなって。分かんなくて大変だった。寂しかった、とりあえず。やめろよ。ね、ポイント？今日ポイントは入るんですか？ポイント入る？今日入るやったら100入れといて。え、寂しかった。寂しかった。あ、髪切ったよ、よかった。髪2番手はあかんよ、それ1番最初言ってくれた。そうそうそう、ポークチョップね。どうでした、ポークチョップは。いや、楽しかった。これ、うん、こう、ごめんなさい、これちょっと、うん、いやいやいや、大丈夫、友達やから。うん、先生、うん、めっちゃ私ポイント高かったんです、確か。そうなん、1位ですか。なんで？めっちゃ人気でした。どういうこと？なんか私ね、めっちゃ優しかったんですよ。なんかいつもの名車の立ち位置に来れた感じがあって、めっちゃ覚えてます。なんでなの？なんか面白いことやったの？いや、なんかただ、あの、青い先生がなんかタイプだったことを言ってた覚えがある。そう、言ってた。名車のことをひいきする。そう、一緒。あ、分かった。青いジャージ着てる人は、うん、そうやってひいきがち。すごいな、ひいきがち。あ、そう。俺な、事務所のあいつが一番仲いいの。一番仲いいの、あいつ。ほら、週3日ぐらいあいつを飲むから。あ、そう。あ、じゃあ全然武田はひいきされず。全くされずでした。相変わらずでした。怖かった？怖かった。怖かった。まあ、もともと怖かった。全然違う。あ、そう。もう会いたく、高橋先生がいいなって思った。なんて高橋先生がいいなって思った。いいね、そういうの、そういうのちょうだい、後で。年末やから大丈夫よ。楽しみです。いいね。何これ。ということでね、2016年振り返ってますけども、次が6月第9回目ね、念願の罰ゲームをゲットした横田。あ、じゃあポークショップの回罰、あの、ビリやったの？罰ゲームだった。あ、そう。で、その内容が、箱の中身は何でしょう。やったな。やっためっちゃ怖かった。最初こんにゃくで、2個目がゴキブリのおもちゃ。で、3つ目が横田の体操服姿の写真。可愛かった。そうやったっけ。あれ、思い出さん、どんねん、そんな写真あったっけ。忘れた。あれ、何やったっけ。あれ、あります。ないかな。ないかな。ない、ある。ない、体操服の写真。あれ、ないか、そんなの出ないか。スッとは出ないかな。いいタイミングです。スッとは出ないかな。出ないかな。もう出られた、もう先行くよ。出ないのね。はいはい、もう、じゃあ、もう出ないのね。出ないここには出るって書いてあるけどな。こんなこと言わすなよ。もういかんぞ、じゃあもう。見たかったのに。全部写真とかスルーすぞ。いいのかって。脅してます、先生が。体操服の写真。あ、そう。ツインテールだったかな。ツインテールの？ツインじゃなかった。へぇ、下ろしてて。あ、違うわ。え、うん、あ、そう、全然動かない。もう出ないな。なりちゃんの体操服。それじゃない。それじゃない。りちゃんの体操服の写真は出ないのかな。よし、もう、次行く。ほんでほんで、その流れで森脇も挑戦することに。そうだね。それで、その箱の中身が森脇のグラビア DVD。 あったな、これは覚えてる、はっきり覚えてるわ。ね、罰ゲームりっちゃんのはずなのに、なんか、うん、しかもあれ、ちょっと、あれ、来た、ねえ、あ、来た、なんでこれはスッと出るんや。そう、本当に、なんでりっちゃんのあれが出ないのにこれが出るんですか。こっちすぐ出て、なんでこ台本の方出やんねや。出せ。まあ、これあるからええか。すごいね、やっぱりいつ見ても。うわちゃー、わちゃわちゃー、すごいわ。すごいもん、これ肌色の部分がいっぱいある。3800円で買えんの。
安っ3800円なんや。ぜひね。ね、これもあってね、いろいろね、あります。で、いいや、いいや、いいや。別に、だって、素晴らしいことなんやから、はい、座って、ちょ、やめて、もう。これ、フリップ置くとこですよ。なんや、じゃあ、これ、これ、紹介するコーナーやろうか、じゃあ。俺が、みんなで見よう、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 じゃあ、俺、ほんまに、ね、ほんで俺が年末これ見てな、その年始のやつでこれ発表するのはどこが良かったかっていう。あ、いいですね、 DVD 発表会、 DVD 発表会。ほんでポイントの参照会ね、ほんとに、ね、どこが、そうそうそう、やっぱ何分何十秒のあそこが良かったみたいなことが覚えてないですもチャプター2のとか言ってでね、7月がですね、で10回目ね、罰ゲーム森脇で、ニガチャを食レポすることに。やったー、ね、やったっけ、やった種類ぐらい。そういうことないな。あの、え、違いますよ、なんか3つぐらい用意されてるんだけど、丸分かりのやつじゃなかったでしたっけ、確かね。そうか、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 明らかに明らかに分かるみたいな。うん、いや、ちょっと涙目になっちゃったやつそうだ、うん、もう全部圧倒的に分かってる。お茶が全然色でも明らかに苦いんだろうみたいなまあ、それがワロップの意図やからね。そうですよね、うん、そうそうそう、そうですよね。で、その当日が七夕だったってこともあり、うん、七夕大喜利の後、みんなで願い事を短冊に書きましたと。その時の写真がある。これある、これは出んねんな、うん、短冊、書いた。何書いたか覚えてる？覚えてない。なんだっけ、なんだっけ。すごいねもうやっぱ、年取るとそんな感じで書くようになるよな星になりたいとかかな。あ、そう、いろいろ書いたよね、短冊ね。ちゃんとした大人になるって書いた気が。あ、そう。あ、そっか。あ、なんか、ちゃんとした大人になる。私、寝させ、美ボディ。え？あ、美ボディだよ。十分だ。美ボディ。十分。これ、だから、浴衣のやつ書いたんだ。あ、そうだ。全然ダメだって。なるほどね。浴衣様いないんだなって思った。いやいや、そんな夢があるからね。で、8月がですね、11回目。また罰ゲーム森脇で恥ずかしい。結構多くない？ねえ、そんなイメージないけどな。すごいいじめられてる。恥ずかしい写真大公開ということで、これも写真あると。いやいやいや、わー、なにこれ、すごいね。ありがたいな。もう一つ寄れないですか？これは、うわー、すごいすごいすごい。これちょっと後で会議しましょう。何も聞かされてないんですけど、私ちょっと、こ、顔アップできます？ちょ、どんな顔そうだな、顔、どんな顔そうだ。あ、そうだ、そうだ、そうだ、うわ、いいね、いい顔しとるわ挑発的な、挑発的だね。こんな顔、たまには見してほしいけどな、俺にもねえ、ここでもこんな顔してよ。これ、上、上何も着てないの？上何も着てないです。うわ、すごい。あのピンク取ったら、ね、すごいですね。ね、そのグラビア DVD の撮影秘話なんかも聞けて、うん、よかったよね、あれはね。うん、で、その後はサイコロトーク、サイコロトークやったな。で、グダグダでつまんないということで全員罰ゲームになったと。やったな。やったな。あの時話した内容覚えてる？覚えてないでしょ。サイコロなんだ。車に引かれそうだったの。違う、なんか。覚えてる。なんか先生が全部同じテーマにしたんじゃなかった？そうした、先生が。どういうこと？ね、なんかギリギリかな、ギリギリだっけ？ギリギリの話？あ、ギリギリの話だ。ギリギリだ。そう。おおおお。私、あの、いとこの話しました。ギリギリちゃうよ。トイレ、トイレだっけ、違う。お風呂出て。あー、よかった、あの話。ドキドキしたやつね。ドキドキした。うん、スケベな外人が出てくる。思い出した、思い出した、思い出した。あれ、武田ギリギリの話何？え、なんか多分メイちゃんだけ違う好きなテーマで。あ、そっかそっか、そっかそっか、あんちゃんの覚えてる、あの、なんか折れた話。そりゃそうや、当たり前はプラチナムコーデにそんなこと話させへんよ、俺は。いや、プラチナムですよ。プラチナム、プラチナム、一緒一緒、名乗っていいじゃないですか。全員プラチナムだ。一緒一緒。え、外部、外部、外部、イエローキャブで、え、あ、そうなの。そうだ、してないんだ。あ、じゃあ何の話だったっけ、覚えてない。何の話したっけ、あ、そうだ、
プレディアの話だったんだ。あ、プレディアの話。嬉しかった話かなんか。みたいな。嬉しかった話をしたんだ。そうだ。プレディアの時の話ね。なんで今ちょっと芝居が当たってたの。そうだ、嬉しかった話だったんだ。それやってた。やめてもらっていいですか。うわ、見逃した。やめてもらっていいですか、そういうとこ拾うの。うわ見たかった、何今の。ミスった、見逃した、森脇見とった。失敗したなんで今森脇に撮ったやろ俺さっきの写真見たからあれかあの写真のせいかミスったなんであの写真のせいかって煩悩が煩悩がそうそうだよ俺としたことがそうということでそれで9月ね、12回目罰ゲーム全員で滑らない話に挑戦あ考えてきてくれてねこの時は何話した？覚えとる？ファーストフード店のあ、そうだあ、恋愛話ね、覚えとるわ覚えてる、覚えてるあれ住吉は？ふーちゃんはちゃんチャイニーズねそうフランチャイズあフランチャイズとチャイニーズ家族のほっこりした話やそうだあれよかった友達友達あれ森脇は？私はあのなんかチャック開けっぱなしなのあーあそうだそうだ朝のドタバタ劇ねそうそう寸劇みたいな話じゃんあった、ね、面白かった電車に乗ったみたいなやつねチャック開いたまんまチャック開いてお兄さんに開いてますよって、うん、ああ、そうですよ、はい、で、その人がえ駅ですれ違って振り向いたらオランダ行ってあれああ、それ違う、さっきの小説かあ、ごめんごめんそれ小田急線の話あ、小田急線あれ、武田は温泉でおばあちゃんの話ちゃんとああ、そうですよ衝撃的な話したそうそうそうそんなことより武田はもうお風呂入るんやなっすよねそれ良かったね。何このはい、お送りしております。ワラップ学園プラチナムコート部ですが、年表ということでね、2016年何やってきたかということで、10月、13回目、罰ゲームが横田でコーラ一気飲み、やったね。やったすごかったね。ああ、やっとったね、コーラ一気飲みね。もうこの辺からだからもうネタがどんどんなくなってきたよね。そう。1時間これずっとクイズやったんでこの。そう。国語とかそういうのじゃなくなった。じゃなくなった。もうそんなもんだって3月やからないんじゃない。教科に関してはないよないよ。1時間ずっとクイズやるってね。秋のクイズ王選手権っていうやること。で優勝住吉優勝したの？私優勝した。初優勝じゃないですか？初めて優勝したんだよ。あ、そう。すごいね。要因としては手数で勝利って言われてそんな手数出しちゃっけそうだはぁ初めて優勝そこでそうそうそう初めての優勝楽しかったねおいおいおいやばいね何なんかちょっとやばいやばい大丈夫か楽しいなんか大喜利とか好きみたいです楽しかったですあ、すごく大喜利もやったっけやりましたあ、そう大喜利好きなんやうん、なんか大切れてるのかわかんないんですけど、うん、大切れてるとかそういう使い方せんけどそういう使い方せんけど初めて聞いたことが大切れてる11月ね、14回目、うんわら、ついに女王武田が初の罰ゲームあ、そうだそうそうそうだそうだ、ね、この間やったねやりました、森脇と、うん2人でアンパン早食い競争武田の圧勝やったそうだやったわやった、めっちゃ食べたね、うん、アンパン嫌い、粒あんが嫌いとかいうやつやそう粒あんとこしあんとあれ両方嫌いなんやっけいやいやいや、好きですえ嫌いじゃなかったっけ好きですよ、好きだけど、食べるのが遅い、飲み込めなくてあ、そういうことなんやそうなんですよ嫌いじゃないけど、食べるのが遅いってことそうなん、水分全部持ってかれてでもそういうのをさ、無理してやるのが罰ゲームなんじゃないのえ、なんで美味しく食べようとしてるのいや、それだってそう、なんか半分渡されたからそうやな、半分ご飯めっちゃ急いで食べたそうよだってなんか、ノリで渡してみたらふってもらってくれたからなんか、わーって、うんこみたいな気分そうやな、思い出したらだんだん腹立ってきたなお前、普通にアンパン食っとっただけやけじゃんめっちゃ急いで食べてたあーちゃん、味わってたよね何、一晩でゆっくりアンパン食っとんだよ半分、美味しかったでいや、それ美味しいよアンパン美味しいよ、そりゃそうよそれでね、11月11日と
この日はね、うん、で、あのポッキー&プリッツの日にちなんでポッキー&プリッツクイズ、またクイズやったんやで、こんな感じでね、年間12回、やってきましたけども、はい、どうでした皆さん、楽しかったですか。楽しかった。まあ、そうやって言うしかないわな、でもなんか、ね、教科ではなくなっちゃったけど、うん、クイズとかのが楽しかったかな。あ、そう、あ、クイズ好きなんや。横田はフリップに書いてた。大喜利？大喜利そういうの好きなんや。あ、いいね。大喜利ってたから先生なんか。あ、なんかあんまり下手くそやな、やっぱな。なんかこやんのな、俺だってあげたいよ、お前にポイント。なんかこやんのな、なんでなんやろな。気持ちが入ってないから、やっぱり。か、なんか言い慣れてないから無理したのか。なんかこやんのな。やっぱね、うまいんですよ、姉ちゃんが。でもさっきの住吉のやつも良かった、うん、よかった、うん、やっぱ門脇先生がいいなみたいな、うん、あれ心の底から言った言葉やからキュッてきたんや。心の底からだったけどな、今の。いや、全然言わされてる感がすごかった。なんなん、俺もあげたいのよ。そんなひいきとかしたくないから。でも俺素直やからさ、ほら、そういうこと。辛いわということで、あ、そういうことね。フリッパのね、ごめんね。あ、そうだ。そういうことね、今年1年振り返ってどうでしたっけ、はい、じゃあ一斉に行きましょうか。せーの、ドン！ドン！住吉が筋トレを犯してくるコスプレですけど、あー、そうね、オッケー。罰ゲームに学びました、この1年。あー、なるほど。あれ、いいじゃん。ちっちゃく開き直ったって書いてるけど。あ、最初はもう閉ざしちゃったっけ、これ始まった時は。そう、なんかブリッコ、うん、自分でブリッコだと思ってないし、ブリッコであることを認めたくなかったけど、今までは。2015年まで生まれてから2015年まですごいな。私はブリッコではないと思って、始まった当初から先生のこと転がしてましたと思ってきたけど、もうなんか今年すごいブリッコっていろんなとこから言われるようになったんで、もうじゃあ私はブリッコだからブリッコで行こうと思って。あ、そう、遅ない。え、27、8やろ。28ぐらいで気づいたんや。そう、あれ、私もしかしてブリッコなのかもって。28になってから気づきました。28になって、あ、ブリッコなんだと思って、じゃあもうブリッコならブリッコでいいや。いや、そうやね。そう、あ、じゃあよかったよ。そういう意味ではね、そう、だいぶ成長しとるじゃない。成長しました、そう。だから目標達成しとるよ、あのね、そう、書いたやつに。ほんで、お前は興味あるよ、森脇は。体力もメンタルも鍛えられてて。あ、そう、はい、体力を鍛えられた。鍛えられました。だって罰ゲームさっき振り返ったじゃないですか、うん、ほとんど私ですよ、多分。あ、そう、そう、うん、バケツ持ちもしたし、苦いお茶も飲んで、あの食道を鍛えられましたし。食道鍛えたって言うわね。あれ、食道鍛えたって言うんかな。だし、メンタルも、メンタルも鍛えられましたし。まあね、だいぶいじられたんで。そうか、そうか、そうか。後半の方結構いじられとったもんね。めっちゃいじられました、ほんとに。なんでなんやろな。いや、わからない。俺もそんな考えてやってないもん。これも、私提供してないですからね。スタッフさんが買ったって言ってくれたもん。買って、用意して、実費で買ったって。すごい、すごい。3800円、そうそうそう、3800円買ってくださって、うんうん、すごいね。そうなんです。なんでなのな。最初そんな感じじゃなかったけどな、うん、めっちゃアップやね。ただの綺麗な可愛い子のイメージしかないけどな。気づきゃこんなやもんな。本当に気づいたらこんな。なんでなの、わからんな。なんでですか。わからんの、不思議やな。意外とお高く止まってそうなのに結構いじられるっていう。ああ、そう、ああ、見た目ね、お高く止まってそうな感じがするよ。私、あの、この立ち位置でいたかったんですもん。あ、そういうこと。で、今となってはもう二人とも総崩れてる。最初のイメージが。で、住吉が筋トレ、お菓子作り、コスプレ、罰ゲーム。罰ゲーム、でも前半罰ゲームほとんど毎回私で。あ、そう。絶対罰ゲーム卒業してやろうって思ってからは罰ゲーム一回もないです。すごいね。すごいね。すごい。持っていくか。そう、なんかポイントいっぱい取っとるようなイメージあんのよ。本当ですか。うん、罰ゲームやったっけ。何やった。バケツ持って。バケツも持ったし、お菓子も作ったし。ああ、そうかそうかそうか。お代理様にもなったし。そうかそうかそうか。でも可愛いもんですよ。なんでそんなことはないよ。だってお前は半分のアンパン食っただけやんけ。お前の方が甘いやろ、お前。
人にあげて。なんかだってお菓子作りしてもポイント上がってるじゃないですか。うん、じゃあちょっとなんか。お前 お腹満たされとるやんけ。それでいいやろ別に。確かに。ね、横田が。手に農薬になった気がします。確かにね。最初からもう変な自己紹介して。うんなんか俺そのイメージでボケコスタリカでしょ。そう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 、コスタリカ懐かしい。だっていまだにさコスタリカってさ国名聞くとリッチャ思い出すもんな。あれ衝撃的やったもんね。でも一切今となってもう全くやらなくなってくる。どうしたの。本当だよ毎回やね。コスタリカ、ね、コスタリカ覚えてないの。やってんの。面積がなんたらかんたらで言ってる。そうそうそう、すっごい調べてすっごい手に入ってた。そうそうそう、めっちゃ帰ってんねん。やっとった。やばいやばい。あの時のやる気はどこ行ったの。いや、あんの。あ、そうなの。だんだん薄れてきたと思います。抜いとるよな、絶対。わー、なんか、パッと出て新しい一発ギャグあんの。え、ちょっとないの。あったんですけど、忘れちゃって、新しいからちょっと忘れちゃって。あ、そうなの、新作みたいのよ。なんだっけ。ほら、たまえよ、じゃあ来年の1月のやつ持ってきて、それで、新作。それでいい。通風のやつを。通風のやつ。何だそれ、何だそれ。あ、もう完成はしとんのね。完成はしとんのね。なるほどね、わかったわかった、思い出せない。でもテーマは痛風の一発芸。なんかちょい変わってるよね、一発芸が。なんでそんな、なんで痛風で作ってるの。じゃあ思い出してやってね。痛風ね、わかったわかった。ということで、年内最後ということで、この1年間の結果をね、あのポイントにして今からランキング終了をやりますから。発表、年間チャンピオン。すごい罰ゲームある。え、なにそれ。はい、ということで、2016年1年間の結果、発表します。その回の1位取った人が4ポイント。おお、あ、なるほど。で、2位の人が3ポイント。あ、なるほど、こういう感じ。で、3位の人が2ポイント、4位の人が1ポイント。おお、わかる。え、わかりました。わかった。オッケー、わかったね。俺は12回やってるから、それの発表ね。で、これね、グラフにも表した。すごい、こんなん、こんなん作ってくれて。すごい、すごい、すごい、すごい。誰がどれかってのも、全く分からんけども。第1回。1回の1位ってことですね。1回の1位ね。うん、あー、緑と赤が。こう見たら、すごいね、青の人。青。ドベドベドベ。1位。見えやん、それ。3位。1位。ドベ。すごいな、お前。え、お前なん。知らんけど、行くで。じゃあ絶対踏みよ。じゃん、お、そうやん。すごいね、住吉の。ドベドベドベ、1位ドベ、すごすごい。武田、1位、2位、あ、ドベ。あ、でも2位、2位、2位、1位ドベ、あ、これ、この回2位のドベやから。あ、で、1位、3位、3位。そういうことか。お前、メジオレンジか。え、でも緑ドベ多くないですか。な、いや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 。さあ、ということで、そういうこと言わないの。今から発表するんだから。そういうこと言わないで。さあ、じゃあね、これで年間順位発表いたします。じゃあいくよ。じゃあ、2位からいきましょう。2位から発表いきます。お願い。なんかなる。体操服の写真出さんだから、男の鳴らせよ。次よ。お、住吉29ポイント。じゃあ行こう。第3位いくよ。時間ない。ドゥル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 ドゥ